変な男たちが装甲輸送車を襲撃中。通報によると場所はノーマットの近辺。本音トークタイム。子供の頃愛情足りなかったの？パパが厳しかった？それともママが抱っこしてくれなかった？快退开！狙った獲物のためなら見境なしってことか。ここが通るよ。これ傑作かも。地上ユニットレノックスヒルの最新状況は？生産部隊ホックストロットに増援を襲撃を受けている。スパイダーマン。書きかけのコーヒービーンの応募書類だ。 MJ との初デートの時の書きかけのコーヒービーンの応募書類だ。今よりも給料良かったかも。デーモンが装甲車を襲撃中。
カバー範囲が狭いな。もっとタワーを稼働させなきゃ。リノって名の野蛮な獣は覚えてるかな。どうやら昨夜ラフトの独房から逃げ出そうとしたって話だ。どうやってかって、それは神のみぞ知るだが、奴はもっと厳重な独房に移されたってことだ。私は厳重警備と刑務所のことはよく知らんが、そもそも最高の警備体制を敷いてるって話じゃなかったか。いいか、奴は破壊不能の角を持った300キロの化け物だぞ。もっと厳重な独房があるってんなら鼻から入れときゃいいって話だろう。ユリ、フィスクの建設現場を発見。大勢の下っ端たちが何か企んでるよ。騒ぎを起こしてみて。騒乱行為で通報が来ればパトカーを回せる。騒ぎ？僕の得意分野。何かだろう。見に行ってみるか。仕事だ。
護してくれ。援護するぞ。お前を探した時間だけゆっくりいたぶってやるからな。聞こえたか。どうした、シャイなのか。無所なのに本当飼い主に忠実だな。来たの？みんなチップ置いてってね。僕の家賃よ。家賃足りなくってさ。かかってこいよ。スパイダーマン、調べてみた。とあれ？それじゃ完全に絶滅させてくる。死んでも負けるなよ。趣味の悪い髪型に臭い香水、絶対フィスクの弟子だ。有給取れってさ、嘘じゃないよ。聞いてるぞ。
こっちは落ち着いたよ、警部。どうも。これでウィルソン・フィスクの弁護士用資金がまた一つ減ったわね。悪党どもが駆逐されるわけでもなく、奴らは今もなお野放しで、オズコープの CFO であるチャールズ・スタンディッシュのようになんと自宅で無実の人々が襲われている。なぜだ。こちらジェイ・ジョラ・ジェームソン。はい、いとこが刑務官なんですけど、捕まえたデーモンたちは口を割らないらしくって、弁護士にさえ話そうとしないらしいんです。デーモンについて私が言った言葉を覚えているかな。奴らは普通の犯罪者じゃない。テロ行為は働いたが、普通のテロリストなのかどうかすらもわからん。私に言わせてみれば、ただのカルトにしか見えんがな。本気ですか？カルトってイカれてるんでしょ？奴らは何でもする。ゾッとするだろう。つまりビクビクしながら暮らせってことか。常に背中を気にしながら、いつ攻撃されてもいいように。私に言わせてみれば、答えはイエスだ。よし、あそこからノーマンのオフィスに侵入。セキュリティシステムをシャットダウンしないと入れないか。バレたらビル丸ごと封鎖されちゃうだろうし。外からでもネットワークモジュールをハッキングできるはず。ネットワークケーブルだ。セキュリティモジュールまで辿ってみるか。モジュール、ビルの周りに4つあるみたいだ。これならもう楽勝。なんだ、セキュリティチーム応答。セーブルチームアルファ待機中。電気系統がいかれた。了解。問題を突き止める間、外の警戒を頼む。楽になると思ったのに。捜索を続ける。モジュール2つ目。何？全エージェント、何者かにサブシステムが乗っ取られた。デルタプロトコルを開始。っていうかドローン流行りすぎじゃない？全チーム、状況を報告しろ。外部は異常ないな。オールクリア。ソフトウェアの問題なのか？さあな、確認中だ。警戒レベルを維持しろ。よし、残りはあと2つ。全チームに警告。敷地内に侵入者がいる可能性あり。
今データを分析してる。警戒しろ。くそ、またサブシステムがオフラインになった。誰か85階の外壁をスキャンしてくれ。了解、ヘリで向かう。急ごう。いや MJ、 今はちょっと。すぐ済む。チャールズ・スタンディッシュの居場所を掴んだ。接触できれば何か聞き出せるかも。ディレニー博士のこと知ってたし、マイケルズのことも知ってるはず。わかった。でも無茶しないでよ。無茶といえばモジュール見つけないと。最後のミッケ。やった、ノーマンのオフィスでモーガン・マイケルズとデビルズ・ブレスの情報ゲットできますように。外部は異常なし。ビルを封鎖するか。待て、オズボーンさんが電話の最中だ。追跡を待て、安全な回線に変える。私を甘く見るなよ。部下に君のファイルをチェックさせた。この裏取引をバラしたとして世間はどちらを信じるかな。檻の中にいるのは私じゃないぞ。待った、電話の相手ってもしかしてフィスク。仁王像。一体何の話だ。オークション会場の仁王像。 MJ が見つけたファイルの話してる。大成功。GR27。 うん、モーガン・マイケルズ博士は主任科学者でもラボの場所は編集されてる。 AI 制御のクリスパー、もし実現可能ならどんな遺伝性疾患も治せる。脳包性繊維症もハンチントン病も信じられない。うわ、そんな。 GR27 がデビルズプレス。治療用に開発されたけど今のままじゃ生物兵器でしかないのか。唯一のサンプルはマイケルズが携帯してる。だから狙われてるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。MJ、聞いて。デビルズブレスはもともと武器じゃなくて遺伝性疾患の治療薬だったんだよ。でもまだ完成には程遠くて、治療する過程で体を傷つけるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。こんな危険なものセーブルには任せておけない。手がかり見つけたかも。スタンディッシュがセーブルのセントラルパークの拠点に拘束されてる。彼はオズコープの CFO だし。リーのやつ市民を戦わせるの。接触してみるね。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり。こっそりと忍び込む。救急車呼んであげる。治るといいけど。敷地に忍び込む？そんなのやばいって。セントラルパークに行こう。いつでも手を貸せるようにね。こちらセーブル本部、ノマドの状況は？デーモンが全焼基地を制圧。博士から伝言。ピーター、ついにひらめいたぞ。鍵は頭の中にあったんだよ。この私を見ろ。無限の可能性を秘めた脳がこの年老いた肉体に縛られている。だが脳が解き放たれれば可能性は無限大だ。神経インターフェースの開発では肉体の複製などというつまらない考えは捨てなければならん。いいかピーター、想像力と可能性に目を向けるんだ。脳に語りかけるんだよ。こんなに興奮してる博士初めてかも。興奮しすぎてないよね。ショッカーのスーツの切れ端分析してあいつの攻撃を見破ったっけ。
ま、どうせアップグレードしてるだろうけど。フィスクが捕まってから取引が横行してる。どうにかしないと。フィスクが自分用に取っといた物って本当なのかい？ああ、そうだ。100のスパイダーマンだ。鉛筆を隠せ。ねえねえ、君たちちゃんと所得税払わなきゃダメだよ。俺が俺の奥手のアジに勝てる気がしねえ。ファンなんだ。私に用がある？びっくりさせないで。かっこいいな。どこにいるんだ、MJ。くそ。接触？ガードがうじゃうじゃいるのに、どうするつもり？こっそりと忍び込む。またね、パートナー。スタンディッシュがあそこにいるはず。ガードの目を盗まないと。ピーターがくれたルアーでも試してみようかな。あそこのフェンスの隙間から行けそう。ガードの気をそらすだけ。フェンスにサーキットボードを設置するなんて誰が言い出したんだ？今のなんだ？行かないと。ほら。客人、スタンディッシュだ。どこかにいるはず。あいつを階段から遠ざけないと。デーモンはデビルズブレスの関係者を殺してる。スタンディッシュも狙われてるんだ。写真を撮っておこう。何あれ。よし、行かないと。スタンディッシュ、やっぱりテントに近づかないと。通信も遮断しろ。マイケルズやデビルズブレスのことをリークさせるな。こちらは異常なしだ。くそ、発電機が。すぐに気づかれる。調子はどうだ？輸送できそうか？
アップタウンに着いてるはずだろう。了解、出発します。トラックが出る。後ろに隠れよう。ほら行って。ふう、やった。ブラボーとチャーリーがマイケルズの移動を担当。秘密情報？これって隠れ家？スタンディッシュならマイケルズ博士がどこにいるかわかるかも。スタンディッシュのテント。マイケルズのやつ、デビルズブレスを持ち歩いてたのか。オズボーンにとってそれが一番安心なんだ。後で泣きを見ないといいけどな。俺たちもだ。またか。たくどうなってんだよ。行こう。はあ、危な。ああ、お願い。さん、わ、なんだ。教えて、モーガン・マイケルズ博士はどこです？リーの手先か。そうなんだろ？ いえ。殺したいなら自分でやれと伝えておけ。私はデーモンじゃないし、セーブルでもない。記者なんです。それにあなたと同じでリーを止めたいの。ワトソン、聞いたことがあるな。頼む、聞いてくれ。博士は今バワリーにいるが、明日の昼安全な場所に移る。だがグランドセントラルの件もあるし。グランドセントラル？デーモンが話してるのを聞いたんだ。奴らはあそこから。あそこから何？グランドセントラルに何があるの？あれは誰だ？スタンディッシュさん、やば。ちょっと何なの。セーブルの部下じゃないよね。絶対違う。ごめんチャーリー。ほら行かないと。ちょっと待って、まだ話の途中。